はい。皆さん、こんにちは。カメラ部 TV のダイです。このチャンネルは写真が上手くなりたい人にカメラの仕組みをちゃんと知ってもらって一皮向けるお手伝いをしたい思いで配信しています。カメラについて技術的な情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。さて、今日はカメラのカタログの読み方第4弾、動画の基本編をやってみたいと思います。内容は1つ目、動画フォーマットについてです。 これは動画の入れ物なので、タンスに例えて説明していきますね。二つ目、動画コーデック。タンスに入れる服に例えて説明します。動画ってカメラやってきた人にとってはとってもとっつき悪いよね。知らない言葉いっぱい出てくるし、何がどう違うのかわからない人って多いんじゃないかな。私も開発しないといけないので、とっつき悪いけど勉強しました。では、スタートです。 まず、動画の仕様のところを見てもらうと、動画フォーマットなんてのが出てきます。ここに書いてある、MP4, MOV, AVC, HD なんてやつです。もうこれだけで嫌になりますね。動画フォーマットとは、動画を格納する入れ物の形式です。簡単に言うと、生理ダンスか洋服ダンスかって違いです。後でもこの例えを使うので、覚えておいてください。動画フォーマットは、 生理ダンスか洋服ダンスの違いです。昔から変わらずにあるのが MOV ですね。MOV はあの Apple がクイックタイムの動画フォーマットとして開発したものです。読み方はその人の育ちであったり、業界で、えー、馴染んでるとかいろいろですが MOV でも MOV でも良いです。私は MOV ということが多いかな。で、拡張しファイルの後ろのドットの後のおまじないは ファイル名 .mov ですね。特徴ですが、オーディオとビデオとテキストをそれぞれ別のトラックに保存するっていうところです。なので、それぞれのトラックごとに解像度を変えたり、いろんな編集がやりやすいんですね。さらに移行することで、Apple の Mac だけじゃなくて、Windows でも Android でも同様に扱えます。じゃあ、Apple はあるけど、Microsoft にはないのと思ったんじゃないですかあるんですよ。それが、 avi と wmv です。読み方は avi と wmv です。そのままですね。avi の拡張子はファイル名 .avi.wmv の拡張子はファイル名 .wmv ですね。この二つの特徴はオーディオトラックとビデオトラックが一緒に圧縮されます。古い avi は mpeg 2で、 WMV は MPEG4 で圧縮されるので、WMV の方が画質は良いです。MPEG に関しては、コーデックのところで説明しますね。そして、WMV は圧縮率が高いので、ストリーミング配信用として開発されています。ここで AVI や WMV と MOV との違いですが、MOV はテキストまでベストラックなので、どうしても容量が大きくなります。バクッと1.3倍くらいかな。 でも AVI も WMV もこの形式で撮影できるカメラって Windows 用のウェブカメラで少しあったかもしれないですけど今では普通のカメラではないですね次に YouTuber にもおなじみの MP4 です MP4 は MOV を拡張して作られたものですどんどん進化していっぱい種類があるんですがまあ覚えても意味がないので割愛します特徴は基本的に MOV と同じで オーディオとビデオとテキストをそれぞれ別のトラックに保存するというところです。ここで MOV との違いが何かわからなくなりますね。実はそれほど違わないのですが、MP4 の方が Windows との相性はいいようです。それと新しい MP4 の方が扱える映像コーデックと音声コーデックの種類が少し多くて、同じ画質ならば MP4 の方がちょっと容量が小さくなります。 簡単に言うと MOV と MP4 は20年前に買ったタンスか10年前に買ったタンスかってくらいの違いです。そして最後が AVCHD です。これは珍しく仲の悪いパナソニックとソニーが共同で開発した動画フォーマットです。放送やテレビでの鑑賞が主な用途として開発されたんですが、ファイルの複雑さは天下一品です。 4つのフォルダーに意味不明なファイルがたくさんできます。パソコンでの編集なんてほぼ不可能ですね。何も編集せずにブルーレイなんかに焼くのなら高画質で容量も小さいので良いかもしれません。ただし汎用ソフトで編集したり SNS へのアップやスマホで見ようと思っても不可能です。ということで動画フォーマットには MOV、MP4、AVCHD の3つだけ覚えておけば良いです。 AVI に関しては、時々 Windows 由来のソフトで AVI しか対応していないものもあるので、存在は覚えておきましょう。その時は MOV か MP4 で取っておいて、エンコードソフトで AVI に変換しましょう。フリーのソフトもたくさん出回っているので、活用してください。次にコーデックです。簡単に言うと、フォーマットで決めたタンスに入れる服の畳み方の違いですね。 フォーマットのところで少し触れましたが、MPEG4 と MPEG2 とかの話です。ちなみに MP4 は単にタンスの名前であって、MPEG4 の略なのかってところは非常に曖昧です。MP4 は MPEG4 で圧縮した動画ファイルの拡張子、なんてふわっと書かれているものが多いですね。間違いないのは MP4 はタンスの名前で拡張子の名前。 MPEG-4 は服の畳み方の方法でコーデックの名前ってことです。ついでに話しておきますが、MP3 は MPEG-1 オーディオレイヤー3のことで、音声データの拡張子ですね。MPEG-3 ではないですよ。幸い訳あって MPEG-3 が欠番になっているので、まだ間違えにくいけど、まあややこしいですね。 では、MPEG-4 と MPEG-2 の違いについて簡単な覚え方は、MPEG-2 は DVD のコーデック、MPEG-4 はブルーレイのコーデックです。つまり、MPEG-2 は古いコーデックなので、同じ動画でも MPEG-4 より容量が大きくなります。でも、MPEG-4 の方が画質は良いです。技術の進歩ですね。この違いは圧縮方式の違いで、MPEG-2 では H.261、 エンペグ4では H.264 という圧縮方式を使います。なぜ圧縮率の大きな H.264 の方が画質がええかと。ちゃんと説明すると難しくなるので簡単に言いますと、演算誤差が少ないからと覚えていればいいです。そしてエンペグ2、エンペグ4で扱える動画サイズはフルエッジでまでです。それでは 4K、8K はどうするのか ってことで、さらに大きな画像が扱えて圧縮率の高い新しい H.265 圧縮方式ができました。H.265 圧縮方式は名前なので、MPEG4 と同じような服の畳み方の名前としては HEVC と呼ばれます。入れ物のタンスは MP4 フォーマットになります。では AVCHD はどうかこちらも フル HD までのサイズしか扱えなかったので、ソニーは XAVC 規格を独自で開発しました。パナソニックは非対応で MP4 を採用しています。ここまでで映像を入れるタンスであるフォーマットと圧縮方式を考慮した服の畳み方であるコーデックの説明は完了です。どうですかついてこれましたか多分一回聞いても絶対覚えられないです。 私も仕事だったので分かっているだけでなかなか覚えられるもんではないですね。趣味だとなかなか覚えてないと思います。ぜひ何度も見てちょっと記憶に留めてください。それでは今日はこれくらいにします。参考になったよって思ってもらえたら高評価ボタンお願いします。またこのようなカメラについての技術的な情報をお伝えしていきますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。